皆さんこんにちは。今回は伊豆の最南端にある絶景が魅力の貸別荘、浜辺銀の海をご紹介します。場所は静岡県南伊豆町。弓ヶ浜ビーチをはじめ隣接する下田市にも多くのビーチがあり、夏の海水浴シーズンには特に多くの人々が訪れる人気のエリアです。太平洋が目の前に広がる絶好のロケーションで、誰にも邪魔されずにプライベートな空間で贅沢な時間を過ごすことができる貸別荘です。定員は8名、料金は3万9600円からとなっています。施設までは東京から車で約3時間半ほど。公共交通機関ですと最寄り駅は伊豆急下田駅、駅から施設まではタクシーで20分ほどの距離にあります。食材の買い出しや荷物などを考えると車で行くのがおすすめです。今回は車で施設へと向かいました。美しい海を左手にヤシの木が植えられた海沿いを車で走っていると、コテージ銀の海という看板が見えてきます。看板の道を下ると施設の駐車場につながります。駐車場から施設までは急勾配の坂を登っていく必要があります。かなり急な勾配の道ですので、車高の低い車や車体の大きな車で不安な方は事前に相談してみてください。浜辺銀の海は3棟の異なるタイプの貸別荘からなり、それぞれ完全に独立していますので、周囲の目を気にせずにプライベートな空間を楽しむことができます。まず最初にご紹介するのが、駐車場から一番近くにあり最大8名まで宿泊可能な大瀬です。南伊豆の絶景地に立っていることもあり、施設までの道は険しかったですが、その先に待ち構える絶景はまさに圧巻です。建物は2階建てで、玄関が2階部分にあります。玄関から入って廊下を進むと、左手に広々としたダイニングキッチンと海を一望できるリビング、そして和風のカウンターが広がります。リビングには高級感のあるソファーが3つ配置されており、大人数でもくつろぐことができます。テーブルも木の幹を使った高級感のあるテーブルを使用。ダイニングテーブルは透明な清潔感のあるテーブルで、椅子も8個設置されていますので、みんなで食事を囲んで楽しむことができます。キッチンはアイランドキッチンが設置されています。調理器具や食器類も一式揃っていますので、自ら食材を持ち込んで調理が可能です。普段料理をしない人でもついつい料理をしたくなるようなおしゃれな空間です。こちらが和風のカウンター。カウンター越しは畳スペースとなっていて、お酒を飲みながらくつろぐこともできます。カウンター内にはシンクもありますので、本格的なバーカウンターで夜にはバーテンダーになった気分でお酒を楽しむのもいいですね。階段を降りた1階にはバス、トイレ付きの寝室が3部屋あります。まず階段を降りてすぐ右手には洋室タイプの寝室があります。室内の壁は白く、清潔感のある空間が特徴的です。ダブルベッドが1台と水色の大きなソファーが設置されていて、奥にはお風呂場とトイレも。室内はもちろん、お風呂場も海側は大きい透明な窓となっていますので、ここからも庭の美しい緑と広大な太平洋、プライベートプールを望むことができます。大瀬の中でも雰囲気が異なり、海外リゾートのような空間ですので、非日常をより感じたい方はこちらで就寝するのがおすすめです。2つ目の寝室は和室です。畳が敷かれていて落ち着いた空間です。
海側の障子を開けば、こちらからも海と緑が調和した絶景が広がります。畳スペースでは布団を敷いて就寝可能ですので、小さなお子様連れでの宿泊でも安心です。こちらのお風呂場は壁も浴槽も木でできていて、木のぬくもりや和の雰囲気を感じられます。小さな窓もありますので、朝日を浴びながら朝風呂に入ってみるのもいいですね。3つ目の寝室は和洋室タイプのおしゃれな空間。高級感のある黒のソファーが設置されていますので、大きな貸別荘の中でもプライベート空間を確保してのんびりとくつろぐことができます。壁側には書斎もあり、ちょっとした作業もできてしまいます。部屋の奥には小上がりの畳スペースにシングルベッドが2台設置。落ち着いた空間で眠りたい方はこちらでの就寝がおすすめです。お風呂場は石でできた浴槽になっています。3つのバスルームはそれぞれ趣が異なる作りとなっていますので、夜だけではなく朝風呂にも入りたくなってしまうほど。夜と朝で3つのタイプのお風呂を楽しむことができ、とても贅沢な環境です。大瀬の外には広々としたガーデンスペースとプライベートプールがあります。水の張ってある期間はプールで泳ぐこともできます。庭にテーブルやチェアもありますので、食材を持ち込んでバーベキューが可能です。ただし調味料や火を起こすための着火剤、炭などは自分たちで用意する必要がありますのでご注意ください。大瀬は部屋数も多く、お風呂場やトイレも複数ありますので、大人数でワイワイと過ごすのにもおすすめです。次にご紹介するのが6名まで宿泊可能な使用祭です。駐車場から一番奥に建てられた2階建ての貸別荘で、3つのタイプの中でも最も海に近いです。こちらも玄関が2階部分にあります。玄関の前では美しい太平洋の絶景が一望でき、波の音に心が癒されます。玄関を入った2階には寝室、バス、トイレがあります。寝室は白を基調とした清潔感のある空間で、キングサイズのベッドが置かれています。海側には大きな窓が設置されていますので、こちらからも海を一望できます。日当たりも良く、朝日で目を覚ませば贅沢な一日の始まりを迎えることができますよ。お風呂場は透明な窓が特徴的で、日当たりも良好です。こちらも朝風呂がおすすめ。晴れの日には朝日を浴びながら贅沢なバスタイムを過ごすことができます。階段を下るとメインフロアのある1階へ。清潔感のあるリビング、ダイニングキッチンが広がります。この部屋の海側も全面大きな窓となっています。海にも近いため、窓を開ければ波の音も聞こえますし、他の2つのタイプの貸別荘とはまた違った景色を望むことができます。リビングにはソファーと大きなテレビが設置されており、天井は吹き抜けとなっているため、とても開放感があります。ダイニングテーブルは6つの椅子が設置されていますので、みんなで料理を囲んで食事が可能です。こちらのキッチンもアイランドキッチンが設置されています。食器類も豊富に揃っていますので、食材を持ち込んで調理が可能です。リビングダイニングの奥には落ち着いた空間の和室があります。人数に応じて布団を敷いて寝ることもできます。海を眺めながらふとした時間のくつろぎスペースにはぴったりです。テラスには小さなプールがあります。こちらも夏季期間は利用が可能ですので、プールに浸かりながらのんびりと海を眺められます。
テラスではバーベキューが可能ですので、食材を持ち込んで海を眺めながらお肉やお酒を楽しめます。絶景を前にしてのバーベキューは特別な思い出となること間違いなしです。こちらも調味料や火を起こすための着火剤、炭などの準備は必要になりますのでご注意を。最後にご紹介するのが身の欠けです。この施設で最もコンパクトな1階建ての宿で、最大4名までが宿泊可能です。玄関を入ってすぐにリビング、ダイニング、キッチンが広がります。リビングのソファーからはこちらも海を一望できます。横には畳スペースがあり、寝室はないので夜はこちらに布団を敷いて就寝します。キッチンは他の2つのタイプの宿よりも簡易的ですが、調理器具は一通り揃っていますので基本的な調理は可能です。畳スペースの奥にはバス、トイレルームがあります。身の欠けのお風呂場も石でできていますので、普段の生活とは異なった浴槽でゆったりとお湯に浸かれるのが嬉しいポイントです。窓側に大きな窓がありますので、美しい景色を眺めながらお湯に浸かって疲れを癒すことができますよ。こちらのテラスにもミニプールが設置されています。海が近くに感じられ、私たちが着いた夕方には海の青と島の緑、そして夕暮れが良い雰囲気で調和していて、とても癒されました。ソファーに寝転がりながらこの絶景を眺めることができ、至福の時間を過ごすことができました。3つの異なるタイプの貸別荘を紹介しましたが、魅力はやはりどのタイプの貸別荘でも美しい海を眺めることができること。室内の窓際には大きな透明な窓を設置しており、一日中海と共に過ごすことができるこだわりの作りとなっていますので、南伊豆に行かれる際はぜひ参考にしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も全国のおすすめ貸別荘をご紹介していきますので、チャンネル登録・高評価をお願いします。今回の動画詳細は宿泊ブログとしてイナサイトにも掲載していますので、気になる方やご予約をしたい方は概要欄からチェックしてみてください。それでは次回のおすすめ貸別荘紹介動画でまたお会いしましょう。